はい、2021年明けましておめでとうございます。今日は1月3日で、これから、ちょっと吉備津彦神社に、私いつも参ってる吉備津彦神社に初詣寄って、それから矢掛町のミニの師匠のところ行って、で、師匠の身内のなんかミニメイフィアをなんか欲しがってる方がおられるんで、私の知り合いで、でそれをちょっと、立ち会いをしようかと思います。でこの動画後でまた編集するんですけど、年末からこのローバーミニがですね、オイル漏れしたりとか、オイル漏れ直してたらシャフトのところのブーツが破れてグリスが飛び散ってたりした、そういう動画も撮ってますので、それまとめてちょっと、編集をしようかなと思います。それでは行きます。吉備津彦神社に到着いたしました。撮影日は1月3日の今の8時半になったばかりなんですけど、通常と違いまして非常に道が空いてて、あっという間に着いたのと、あと、神社の駐車場がもっと参拝で混んでるかなと思ったんですけど、コロナのせいか空いてます。年明けベストヒット USA でマイケル・ジャクソン MJ 特集やってて、で久々になんか MJ 聴いてノリノリでここまでやってまいりました。ではこれから吉備津彦神社参ってまいります。参拝終了しました。いきなり警備員さんの方に止められて、マスクを車に忘れて1回取り2回また行ってきました。で今年はすごい寒いです。でミニもまだマンション出てから15分ぐらい運転してるけど、水温計が上がらず、あったかいヒーターが出てきません。なのでこの手袋を積んでるんですけど、最初これつけて運転してたけどちょっとかっこ悪くて今外しております。でも冷たいです。ミニからオイル漏れを聞き始めまして、今日は秋山さんに見てもらいます。テンションだったらつけないんだよ。ミニの師匠も来てます。治るかな。シフトのところから漏れるんですか。シフトの、ガッドラのところのシャフトの、シールですね。あれは、まあ、なんか、ね、戻すとかができるね。シール材てんこ盛りに塗ってあるんだけど、シールがてんこ盛りいや、コーキングみたいなもんでしょ。うん、じゃあとりあえず治ったということですか。いやいや、あ、違う。多分すぐまた出てくると思うんですけど。あ、そう。構造が悪いもん分からんけど、あれでどういうふうに止まっとんかね。タイプどうじゃったかな。どういうふうにやったっけ。そんなの量は残らないよ。量は、え、量は写真のぐらいです。だから止めとって、あれぐらいのシミ、うん、
林ミームがもっとでかいでかい、うん、半径25センチぐらいです。枠内にはおるけど、うん、多分最初もうマックスやったんじゃない？そうね、最初はね、うん、じゃあもうあんまり乗らん方がいいってこと？あんまり距離ならんほうがいいかな、うん、よくはないかな、うん、じゃあ明日やっぱ夜影いかんで正解でしたね。なんだろう。いやいやいや、だって部品で結構時間かかるんですか？ん？部品寄せるの時間かかるんですか？まあ正月はおとなしいしとかんとダメなパターンですか？いや、そんなことはなかった。そんなかから木山くんがいつできるかだけで、一応もあ来週の木曜日は僕木山さんにアポイント入れてます。ほんならそれまでの部品は入れよう、ね、ですか、うん、あんなええ流れですね、うん、ほんなら僕夜影取り行くか送ってもらえんですね、部品を。それまでもう右もあの左回りを変えたらドライブシャフトに、ね、今見たら左は全く西にもない、気配がない、触らないあ、そういう世界。いや、もうあの修理してない左側だと思ったんだけど、じゃあないみたいなそういう世界。え、いや、じゃあほぼ真ん中ら辺なんですか？ワイヤーが早くないのが、ゴムだけのが安い方でいいんだったら、ワイヤーが入ってた、うん、そんああ、ブーツってそこなんですか？インサイヤ破けとったのは こっち、はい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 、この辺破けて、ああ、でも交換済みなんですね。こっち交換済み、はい、で、ついでにこれも全部外すので、はい、こっちも、ああ、交換、一緒に買いました。ああ、そうですか、はいはい。ああ、なんだ、田尻さん、そっちも部品送ってくれたんですね。そういうこと、うん、なるほどですね。というかね、これバンドってあの、はい、タイラップ、あ、タイラップで、プラスチックの、はいはいはい、おもちゃみたいな、おもちゃみたいな、そんなの取れるがないで、たくさんだよ、取れて当たり目じゃいで、そうそう、ここは金属の、はい、はいはいはい、あのね、バンドで、はいはい、国産だと全部この金属のバンドなんですけど、はい、そっちだけそのタイラップやつで止めたんですね。そうなんですよ。どこが正解なのかわからない。うちはタイラップのやつだったら頼りないので、木山さんが金属製のやつで止めてくれてます。まあ一応受けたわけですね。
ブーツ破れのグリス漏れ治りました。山さんにお世話になりました。一応交換後の試運転です。以上なしです。